ヨヘルミン・ホセチャベス・パチェコは、ベネズエラー・ラグアシュートルメロ出身の元プロ野球選手。ファーストネームは、発音指示によると、ユアーミンとなっている。トロント・ブルージェイズと契約し、2006年から、ルーキーリーグのプラスキー・ブルージェイズでプレー。2007年は、ルーキーリーグのガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズでプレーした。2008年、A 級のランシング・ラグナッツへ昇格し、115試合に、 出場する。2009年、ランシングラグナッツでプレーし、134試合で21本塁打、打率、283を記録した。2010年、シアトルマリナーズへ移籍し、A 級のハイデザートマーベリックスで32本塁打を放った。2011年、A 級のジャクソン・ジェネラルズでプレーしたが、126試合で、打率、216だった。 2012年も A a 級のジャックソン・ジェネラルズでプレー。また、ルーキーリーグのアリゾナリーグ・マリナーズでもプレーした。2013年、シカゴ・カブスへ移籍し、A a 級のテネシー・スモーキーズでプレー。また、ルーキーリーグのアリゾナリーグ・カブスでもプレーした。2014年、カンザスシティ・ロイヤルズへ移籍し、A 級のウィルミントン・ブルーロックスでプレーしていたが、5月に戦力外となる。その後、 独立リーグアトランティックリーグのサザンメリーランドブルークラブスと契約した。2015年4月10日、日本の独立リーグであるベースボールチャレンジリーグの群馬ダイヤモンドペガサスと契約した。2015年6月22日に日本プロ野球のオリックスバファローズはチャベスと契約したことを発表した。この契約を機に群馬球団のシニアディレクターとして シャベスを指導していたアレックス・ラミレスが、オリックスの巡回アドバイザーを兼務するようになった。オリックスへの入団後は、ラミレスからのアドバイスを受けながら、ウエスタンリーグの公式戦38試合に出場。打率、175、3本塁打、11打点という成績を残した。しかし、一軍公式戦への出場機会がないまま、9月24日に、ベネズエラへ帰国することが、 球団から発表され、12月2日に自由契約となった。2016年3月29日、群馬ダイヤモンドペガサスへ復帰した。2017年3月28日に対談が発表された。2019年より、ロサンゼルスドジャース参加ルーキー級のドミニカン、サマーリーグドジャースの打撃コーチに就任した。ありがとうございます。